にちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。本日は前結びの名古屋帯、前結びで名古屋帯をいたします。今日はね、すごくベーシックなところお伝えしてまいりたいと思いますので、ぜひね、日々の帯結びにお役立ていただければと思います。まず帯結びに必要なものは7点あります。帯板、それから順番はね、適当でいいんですけれども、和装クリップ2個です。それから仮紐3つ目、4つ目がもちろん帯で、5つ目が帯締めで、もう今ねセットしちゃってるんですけれど、帯枕、帯揚げ、計7点セットになります。私は帯揚げはこういう風に2つに縦に半分になるように折りたたんでいまして、ゴムを2つ使って見えるところだけ帯揚げがかかってて、体に当たるところには何にも当たってないというのがね、こういう状態でセットされています。7点確認していただきましたね。そうしましたら、和装クリップを両トップバストでこういう風につけていただきます。では早速体にね、帯を巻いていきましょう。帯をね、右手に持たせて、左手が後ろに回って帯を体に沿わせていきます。このやり方ちょっとね、難しいとか分かりづらいという方がね、多いんですけれども、もっとシンプルに考えましょう。帯は後ろを通って右から左に帯が渡される。そして左側にはこの帯の布端が来ている。そして大事なこと、輪っか、折り目が下の方に来ているということ。今私折り目が下に来ているんですけれども、ここがねすごく大事になっていきます。ぜひね、このやり方、どういう風に帯を手に渡すのかっていうのは、まあ正直お適当で適当でいいんですけれども、とにかく右から左、そして左に布端、そして輪っかが下に向いているということをね、覚えておいてくださいね。手の長さ、左手が持っている手の長さはだいたい膝下からふくらはぎ中心の間ぐらい、帯の長さにもよります。右肘しっかり押さえて、今左手が持っている帯を右肘にかけてあげます。そしてこのね、体の周り、お腹周り、布をしっかり体に沿わせてあげて、今何してるかって、空気を抜いています。空気抜いてあげて、戻らないようにクリップで止めますね。そして右肘今ここでね、押さえ、今私は左手で今出してますけど、右肘のここでしっかり帯を押さえて、でこの腕のこの内側全体を使って体の前に帯を持ってきます。もうこれ以上いかないっていう段階になって、左手が帯の上をもらって、右手は一旦解放されます。今この手がすごく邪魔ですよね。邪魔な手は右のクリップまで真横に引き抜きます。で、帯って体にねピタッと沿っている方が綺麗に結べるので、ここでしごいていきます。親指はこの3本、親指、人差し指、中指使います。帯板と帯の間、親指、人差し指は今の帯と内側の帯の間、中指は外側からアシストします。左から右に向かってギュッしごく、ギュッしごく、最後しごくときには、右は右側に、左は左側に帯を引っ張っていただくとよろしいかと思います。で、この時帯のね、下側がもし緩む方は、ここでちょっと指を入れられる場所、まあポケットみたいなところができているので、帯の下が緩むなという方はここにね、人差し指を入れてギューッと右側に引っ張っていただくと、帯の下側がねギュッと締まってきます。はい、でも体にもう一巻き帯をしていきます。このね、後ろ、ここが折り曲がらないように、ね、注意してください。で、この手は内側に入らない、必ず上から上がって出ているはずです。で、体の前に帯を持ってきて、もう一回しごいてあげます。親指は先ほどと同じ、帯板と帯の間、人差し指は今の帯の内側と外側の帯の間、中指は外側からアシストします。 1,2,3 もう一回いきます。 1,2,3 右のクリップで真ん中止めていきます。この右クリップの役割は、今体にギューって巻きつけた帯がもう緩まないように、このクリップで押さえているということになります。では実際に帯の形を作っていきますよ。左手でクリップ動かないようにしっかり押さえて、右側の手で帯のね、手の際のところを持ってクリップまで引き抜きます。引き抜いたら
この帯の折り目、輪っかが外側に向くように持っていく。だいたいこれスムーズにいかないので無理やり持っていっちゃってください。そして帯をねじります。帯を持つ方向、それから倒す方向がすごく重要です。帯の輪っかを左手で押さえて、帯は自分側に倒れています。こっちじゃないんですよね。こっちじゃなくてこちら側、自分側に帯が倒れるようにしてください。クリップに向かって帯を折って上にギュッと持ち上げる。今行動を因数分解しておりますが、要は帯をねじるということになりますね。左手が帯をもらって、右手はもうお仕事が終わったので後ろに回ります。そしてこのね、手下側をギューッと引っ張ってあげて、この体の中心のクリップで下から止めてあげます。だいたい背中心よりね、この帯がちょっと出てれば最後スムーズにいくかなって思います。で、私帯によってですけれども、八寸名古屋帯の場合は私と同じ下手の帯はこうギュッと広げられますが、できない帯の方が多いんじゃないかなと思います。できない帯の場合はとにかく帯がよごってこう斜めになっているよりかはできるだけまっすぐなるようにしていただくとよろしいと思います。では続きまして、枕と帯揚げね、セットにされているものを中に入れていきます。ポイント柄、ここに具象柄が入っている場合はとりあえずその柄がきちんと出るように合わせていただくんですけれども、私のようにどこに何の柄が来ても大丈夫という帯は適当な位置にね、枕を入れて胸元に乗せて鏡で確認します。この帯の下線が胸元にね、帯を乗せた時に膝頭ぐらいになるようにしていただければ良いので、仮で入れてみてチェックチェックという感じになりますね。で、枕って帯の幅に比べると必ず狭いので、ちゃんとね、左右対称に余りが出るように乗せていただきます。今ここでねチェックしてて、でこの内側、ここにシワが寄ると後から絶対この帯山に影響が出てしまうので、右手は上から、左手はこのね布が折り返されているところをバーンって押さえて、この内側にシワが寄らないようにしっかり左手アシストしてあげてください。で、帯枕と帯揚げの紐を後ろでできる範囲で高く、できる範囲で強く結んでいただきます。で、内側がすごくボリュームが出ているようだったら押さえてあげますね。はい。で、仮紐の出番です。仮紐さんは帯の下線に突き当てて、そのまままっすぐ出してあげます。で、この仮紐の当て方も帯に対してまっすぐ当ててくださいね。これがずれていると帯の最後のお太鼓の形が絶対に歪んでしまいます。で、だいたい真ん中に、クリップを当てて、手にこうやって仮紐をかけてあげます。そして余っている布を上に持ち上げていきます。で、この垂れの長さはだいたいご自身の人差し指の長さぐらいで、少しこうやって引いてみて、体に対して帯の形が大きいのかちっちゃいのかっていうね、視点が持てるようにしていただけたらいいかなって思います。ちょっと私今日帯が大きいみたいなので、ちょっと仮紐の位置をねずらしますね。もう本当になんか1センチとか動かしたらかなり変わってしまうので、本当に爪の半分とかそのくらいずつ、本当にちょっとずつちょっとずつ変えていくと調整微調整しやすいです。あ、良き感じになりました。で、後ろで強めの力で仮紐を結んでいきます。その時このね、手を止めているクリップが見えるかな、このクリップが邪魔なようだったらもうね外してしまって大丈夫です。よいしょ、かなり強めの力で結んでいただきます。はい、結んだ手でそのままこのね帯の手を持ってきて、真ん中のクリップ外して、右手で仮紐を触って、今この左手が持っている手をお迎えに行きます。で、この下線に、手の下とこの下線を突き合わせて、私はある程度長さがあるからこうやって左右動かすんですけど、余裕がない方は上から下にピタッとゆっくり合わせていただくだけで大丈夫ですよ。で、右側少し余らせて、もし左側も余ったら中に入れていきます。で、帯締めですね、帯締めを入れて
いただいて、後ろで帯締めを結んでいきます。よいしょ。1回結んで左右持ち替えて、ちょっと引っ張って脇に帯締めをくるくるってかけてあげます。でこの手そのまま仮紐を取っていきますね。で今日は時間の都合上割愛しますけれども、この段階で帯のね、この仮紐も畳んであげると、後からもう何もやらなくて済むのでおすすめです。はい、では結べたので回していきます。足踏ん張ってたもと上げて、ちょっと脇んとこね、ちょっと肩は上げずに脇だけちょっと上げて、両方の親指が帯板に当たる状態ですね。で、帯を回していきます。1、2、この垂れのね下確認して、で手が上がる方は体の幅に対して帯がどこに来てるのかというのをねチェックしていただくとよろしいかと思います。よいしょ。はい、そして今体の前に、もう帯揚げとか帯枕のね紐があるので、これをね丁寧に、処理をしていきます。今私ね、おはしょりの長さが結構長く出てるんですけれども、後からこれね、処理しますね。枕の紐をぐっと持ち上げて、で、かなりゆるゆるで結びます。ゆるゆるで結ぶ代わりに、帯の真ん中ぐらいまでしっかり入れていきますよ。で、入れる場所なんですけれども、伊達締めと帯板の間に入れるのが一般的なんですが、私ちょっとね、今日この辺シワが少し寄っていたので、紐を伊達締め、つまり内留めの部分と着物の間にこの帯枕を入れています。そうすることによって帯枕の紐が下に行くことによって、この辺のシワも一緒にね落ちていくので、その下に向く力、紐に、シワを絡め取ってもらって中に入れていくというふうにね今日はしております。まあでも大体そのことがね私は多いですかね。で仮で結んで、で帯締めを整えていきますね。帯締めとか帯揚げの結び方は個別に別な動画でかなり詳しく解説しているものがあるので、ちょっとお苦手という方はね、よかったらお役立ていただければと思います。よいしょ。でも大体この辺ぐらいからちょっと長いかなとか、おはしょりがちょっとぶわっとしてるなとかっていうのをね両サイドに持っていきますね。脇のこのシワっていうのはお太鼓のタレのね中に入れていきます。もうこの辺バッチリですね。で最後帯揚げ整えていきますね。もうおはしょりはもちろん一番最後でもいいんですけれども、もうね本当に途中であんまり触らず、最後に近くなってきてからちょっと修正するというね感じで行っています。帯揚げの布端を中に入れて、帯揚げってもう全部きれいにしようと思っても正直無駄なので、見えるところだけきれいにするというのでいいと思います。こんな先まできれいにしなくていい、見えるところは脇からこのくらいですからね。で布端を中に入れていく。で体の前で交差させていきます。ギュッ縦に持ってきて、根元押さえながらもう一結びで、向こうちょっとだけ手前に返す。そしてこれね、くる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 、一手でグイッと入れる、くる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 、一手でグイッ、こういう風に入れていただくと綺麗になりますね。最後シュッと入れて、はい、お太鼓結べました。今日はざっくりとしたお太鼓の結び方、手順をお伝えさせていただきました。細かいことを知りたいという方はね、別な動画で詳しく解説しているので、ざっくり結ぶ方に今日の動画はすごく向いているんじゃないかなという風に思います。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私ども着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、それからきちんと身につく着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです。
お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。